はい、どうも肉痛と申します。今日も京都でね、友達集めていくんですけども、まあ、先に虹色組チャンスいきましょう。まあ、まずは伏木パパと、あ、てか100個以上になるんだ虹色組今カンストしてたな。おい、連続必中しか出ねえって。通路必中か。まあ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 、これでいいでしょう。お次はカメクス砲。あ、ゴリ押し、ナイス。ミーコ、お、鬼成長あるじゃないか。これよりポケモンポケダン不思議のダンジョン、あ、ポケモン不思議のダンジョン離任式を行いたいと思います。インクシザー、今日で卒業です。さようなら。そしてマルコロウチさん、今日でお別れとなります。あ、はい、お気に入りの仲間ですか。それでもお別れしますか。それでも別れるんだよ。玉ざらしのマルコロ隊をね、最終進化までさせちゃったんで、玉ざらしをもう一回捕まえなきゃいけないね。今回も友達集めというか、もうね、こっからはずっと友達集めになっちゃいます。しょうがない。で、砂漠地帯にベロベルトの特別なお礼があるので、ここに行きたい。うわ、抜け人か。抜け人を友達にする会にしなきゃいけない今日。峰打ち聞かないから嫌なんだよね、あの子。何回だ以来。7回か。ちょ、待って、抜け人が何回で出るか調べよう。1回からもう出るらしいな。抜け人探しつつ行きます。あ、いた。あ、待って、友達リボンないし勧誘玉使ってないし、何をやってるんだ。一歩進んでぶん回す。ほら来い、ほら来い。あ、待って、僕の大好きなポケモンの罠あるじゃんこれ。いや、ちょっと今失ってもいいアイテムこれしかないな。で、踏んで抜け人になんない。あ、なった。来い抜け人。あー、誰も来ない。あ、勧誘玉使ってねえ。シュッ、うい。あ、やめろ、お前何をしようとしている。あぶねえ。こういう敵は寝かせて、その獲物は僕のだから。ああ、抜けにも寝ちゃった、この不届き者。ナイス、先にやって。怖い抜け人、怖い、俺を選べ。うわ、宮地で宮地で確率低え。おいで。あ、あ、来た。本当に来た。やった。よし、オッケー。あとは依頼を完了させて戻るだけ。抜けに、お前苦労したぞ。アブソルトさんの援護はしっかりやれますぜ。あの、原作でもそうだけど、このゲーム内でも抜けには海洋ガにめちゃくちゃ強いらしくて、あのボス戦あるじゃん、あれ海洋ガ打点ないらしいよ。だから海洋ガで困ってる人は抜けにを連れてくと 100% 勝てると。よーし、オッケー、任務完了。やばい、頭のキノコ食べられちゃう。ベロベルトのベロが。ああ、オッケー。そして抜け人、なんか目が鈴みたいになってるね。マイエンジェル抜け人、僕たちは天使だったって曲すごい好きなんだよな。ドラゴンボールのエンディング曲。そして依頼のお礼でベロベルトも仲間になってくれると。伯爵です。ベロベルト伯爵。ダークライの映画かなんかに出てきたんだよな。遥かなる霊峰もう一回行こうかな。ラグラージポアルンだけか。じゃあいいや。おい、過去作だとさ、この西の洞窟にガルーラいたのになんで追い出されたんだよ。追い出すなよ、かわいそうだろ。沼黒の進化が楽だよね。あ、じゃあここ行こっか。沼黒、アメタマパールン。たまにはチーム変えるか。はい、連続必中チームです。え、マジでこのパーティー最強なんだよな。連続必中でアイスボール転がる、つららばり、溶けキャノン、全部が5回必ず当たると。よろしく新人、引き際も大切だ。よーし、その威力見せてやれ。どうしよっかな。アイスボール、
さすがです。わー、連撃した。あんまドーピングして、おお、一発できた。あんまドーピングはしてないトトゼルが。最近ちょっと僕のポケモンね、ドーピングしすぎて強すぎなんじゃないか説浮上してきたんで、過剰なドーピングはしてない。ナチュラルボーンです。パルパル一匹でさ、このゲーム全制覇できると思うんだけど。パルパルじゃなくてパルシェンだ。連続必中スキルリンクパルシェンがいれば無敵だよこの世界。ラノベの主人公になれる。お、やったぜアメ玉。お、痛い。バカ。やっとで。やっと出てきたのに、お前はほんと。あいつ出現率低いんだけど。あー、もうダメだ。風が2回吹いてきた。お、隣にリスポーンした。一緒に行きたいのかもしかして。お前恥ずかしがり屋だもんな。ふう。こうして、こうして、どう？やっぱ友達リボンなんですわな。虚無苦労。ニックネームつけちゃった。虚無苦労。よし、帰ろ。もう用はない。ポワルン、やっとだよ、お前。やっと来てくれた。まあ、天気の子でいいんじゃないかな。天気の子。で、この子はラグラージ用のゴロちゃん。ラグラージは、波音や潮風のわずかな違いをヒレで感じ、嵐を予感する。嵐になると岩を積み上げ、巣を守る。鎌倉？鎌倉味かな。飴玉。飴玉だか飴玉だか知らないけどよ。僕あの10円で買える飴みたいなガムみたいなお菓子が好きなんだよ。どんぐりガムって名前じゃなかったっけ？当たりがついてるやつ。虚無苦労。今の依頼さ、清らかな森。9階だった。あ、9階だ。え、これ行こうぜ。まだつぼみ仲間にしに行こう。マルコロウチで行きます。マルコロウチね、レベル5ダンジョンも適性あるんすよ。なんか前回あの紹介したけどさ、これ普通にあれだね、依頼でもいいね。こうやって、前回友達救助だけですみたいなこと言ったけどさ、全然そんなことない。依頼でもできる。キャモン。ダメか。やっぱ親しみやすいとかないと全然仲間になってくんないな。なんだ君は。お、来たー、やっと一匹目。危ない。あ、やめて。爆裂。あ、終わった。ねえ、ちょっと。ねえ、なんでそんなにピンポイントで爆裂の種食べてんだよ、お前。いや、いいよ。諦めるよ。もう一回やるよ。なんだよ、あいつ。来い、まだつぼみ。来い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 。来てください、お願いします。 あやばいな、ちょっと PP とお腹が回復できねえ。来てください、来てください。あられダメでまだつぼみ倒れた。そういうこともあるのか。あはははは、目の前でまだつぼみ倒れちゃった。これはフロア変えるか。よくないな。PP が切れたので、諦めます。また今度。また今度やるから。やんない。もう今日はいいや。今日はやめときます。じゃあ最後にウサバラシに簡単なダンジョン行こうか。だんだん一匹のダンジョン増えてきたな。あれ行こう。ドラゴンしか出ないとこ。飛竜の丘だ。ここ白竜とタツベイいないんで。イントネーションおかしくね。タツベイ。出発を進行。ま、一発で来るでしょ、タツベイくらい。ほーら。ほーら一発。君を捕まえて白竜にしてあげよう。マジで来たわ。一発なんだけど。終わった。帰る？いや、依頼だけやるか。しょうがねえし。お、珍しい。エネコ。珍しい。またエネコ。またエネコ。よーし、任務完了。直ちに帰還する。タツベ。
空を飛ぶことに憧れており、毎日練習として何度も高い崖から飛び降りた結果、岩をも粉々に砕く強靭な石頭になった。なんだこのストーリー、深すぎる。図鑑に載せろ。下級戦士で行こう。下級。落ちこぼれだって努力すりゃエリートを超えられっかもよ。白龍。白龍って結構美しいポケモンで有名なんだけど、僕土壌にしか見えないんだよな。土壌って名前だとバレそうだから英語にします。ローチ。ローチだったらね、なんかあ、ちょっとかっこいいネーミングなのかなって思われるかもしんないし、気づかれにくい。そしていつもの進化タイム。白龍。おしまい。